スラムダンクスラムダンクはバスケットボールにおけるショットの一つでプレイヤーが跳躍してバスケットリングの高さより上までボールを運び片手または両手でボールを直接バスケットに通して得点することを言う。ルール上はフィールドボールの一種とみなされ成功すると2点加算される。スラムダンクという用語は NBA 元ロサンゼルスレーカーズのアナウンサーである チックハーンの造語で、それ以前は、ダンクショットとして知られていた。なお、スラムは、強く叩きつける、ダンクは、ものを、液体中に浸すを意味する言葉である。スラムダンクは一般に、最も確率の高いショットであり、監修を沸かせるショットである。そのため、ダンクの実演は、バスケットボール試合から抽出され、毎年の NBA オールスターウィークエンド期間中に、 開催される NBA スラムダンクコンテストのように、スラムダンクの競技会として実施されることも多い。同ダンクコンテストの初開催は、1976年、ABA オールスターゲームのハーフタイム中に行われた。1967年から1976年まで、全米大学体育協会では、ダンク行為が禁止されていた。多くの人々はこれを、 当時大学にいた逸材、ルー・アルシンダーの優越性が原因だったと考えている。このダンク禁止規則はたまにルー・アルシンダールールとも言われる。多くの人々はまた、この禁止令には人種的な動機があるとも考えている。というのも当時は、大学バスケットボールで著名なダンク選手の大半がアフリカ系アメリカ人であり、そして先発メンバーを全員黒人にした。 テキサスウエスタン大学のチームが全員白人のケンタッキー大学チームを破って NCWA 全国選手権で優勝してから1年も経たずにダンク禁止が実施されたのである。アメリカ英語ではスラムダンクという言葉がバスケットボール以外の意味でも確実なことを指す表現として広く使われるようになっている。これは他のショットに対して スラムダンクの成功改然性が高いことに関連している。さらに、ダンクされたとは、相手がダンクしてくるのを防ごうとして失敗したことへの恥ずかしさに関連して、他人によって簡単に騙されて恥をかいたことを示す表現として、しばしば使われる。1940年代と50年代にオリンピック金メダリストだった、身長213センチメートルのボブカーランドは、 定期的に試合中ダンクを行っていた。しかし守備側はスラムダンクの実行を報復に値する個人的な侮辱とみなした。そのため守備側はしばしば攻撃側プレイヤーを威圧してその動きを阻止した。サッチ・サンダースは次のように語っている。昔はあなたが空中にいる時にディフェンス陣があなたの下を走りました。プレイできないようにして 試合から追い出そうとしたのです。それは書かれていないルールでした。それでも、1950年代後半から60年代初頭に、かけて、ビル・ラッセルやウィルト・チェンバレンなどの選手は、その動きを自分たちの攻撃的な武器に組み込んだ。攻撃側プレイヤーが敵意を持って叩きつけるという威嚇で、ディフェンス陣を積極的に怯えさせ始めたことで、ダンクはファンに好まれるようになった。 1970年代を通じて、スラムダンクは標準的なものになった。デイビッド・トンプソン、ジュリアス・アービング、ダリル・ドーキンス、や他の選手たちが高い跳躍の動きで慣習を沸かせた。ダンクの種類はバスケットへ向かう途中で行われた多彩な動きを反映している。それらは片手、または 両手の基本的な前向きのダンクに始まり、様々なレベルの運動能力と複雑さが加味される。個別のダンク種類は、他の動きを追加することにより変更されうる。例えば、バックボードにボールをパスして、空中でキャッチし、ダブルポンプダンクをやって乗けるプレイヤーは、バックボードでのセルフパス、ダブルポンプを完了したと言える。ジャンプするときに、ボールは片手か両手で保持され、 空中にて一旦ボールが典型的には胸付近に持ち込まれる。プレイヤーは即座にボールを下方に押し合って腕を完全に伸ばしボールを腰の下に持ってくる。最後にボールを頭上に持ってきて片手または両手でダンクを行う。ダブルクラッチは一連の動作として行われる。運動能力の誇示としてボールを8日の位置でコンマ数秒以上保持すると プレイヤーの対空時間を披露できるかもしれない。180度スピンや離陸時の体の角度による結果だとしても、一般にダブルクラッチはバスケットリングに向かうプレイヤーの後ろ側で行われる。この位置づけはむしろダブルクラッチの動作に貢献するが、スパットウェブはバスケットに対面する形でこのダンクを行うことが知られていた。さらにケニー・ウォーカー、トレイシー・マグレディラは ダブルクラッチと360度のバリエーションを披露した。2007年頃に独立系のスラムダンク競技者 TW が540度スピンでのダブルクラッチを行い、最後でリングにぶら下がるという技を見せた。1981年にジュリアス・アービングが実演したバックスクラッチャーのトマホークダンク。トマホークダンクは片手または両手で行うことができ。 両手を使う場合は、バックスクラッチャーと呼ばれる。ジャンプ中、ボールは上に掲げられ、ジャンプの頂点でボールをネットに叩き込む前にしばしば頭の後ろへ振りかぶって行う。実行に必要となる身体機能がさほどきつくないため、トマホークは体格を問わず、跳躍能力があるプレイヤーに採用されている。両手を使うことで、ボールの安全性が確保されるため、 両手でのトマホークはゲーム形式での定番であり、アリウープやオフェンスリバウンドでのプットバックダンクでよく使われる。一般的なバリエーションとしては、トマホークの前、またはトマホークをやりながらの360度スピンが上げられる。2009年頃に独立系のスラムダンク競技者、トロイ・マクレーが特に複雑なダンクのバリエーションの先駆けとなった。 一旦トマホークの動きを完了させたら、ボールをリングに叩きつける代わりに、そこからウィンドミルダンクを行うものもある。両手でのバックスクラッチャーは、バスケットゴールに、甚大な衝撃力を与えることにもなる。1979年、ダリル・ドーキンスは、トマホークダンクで、NBA のバックボードを2回粉砕し、直ちにルールが改正されて、攻撃側が、 バックボードを壊すのは違反とされた。そうしたダンクの衝撃や選手たちの重みに耐えられるよう、ブレイクアウェイリムやバックボードに使用される素材の変更、ゴールスタンド自体の強化など、科学技術による強化適用が行われている。跳躍前、またはジャンプ開始時にボールを下腹部に運び、それからプレイヤーがいっぱいに伸ばした腕で用下のボールを振り上げることで、 ウィンドミルの動きが始まる。伸ばした腕の回転に従って、ボールは円運動を描きつつ、上に運ばれ、そこからリングへと叩き込まれる。回す、勢いのために、多くのプレイヤーは、ウィンドミルの動き中にずっとボールを手のひらで掴んでいられないのだが、行進力が、プレイヤーのダンクする片手と、ボールとを誘導してくれるので、このダンクはしばしば片手で完了される。 一部の例では粘着性の樹脂や粉末を手のひらにつけてもいいとされ、これらが恥を改善して、ボールの所持こぼれを防止すると考えられる。プレイヤー間でのウィンドミル方向の微妙な違いは、利き手に関連した跳躍時の体勢やジャンプ様式によるものである。ウィンドミルにはいくつかのバリエーションがあり、最も一般的なのは前述の片手、または両手の編集である。これらの場合、 ウィンドミルの動きは先ほど述べた片腕のテクニックを用いて実行され、片手または両手で終了する。もしくはプレイヤーが両手でボールを持って、ウィンドミルの動きを行い、片手または両手で終了する。さらに、ボールは手と前腕との間で止めても構わない。カフ止めと呼ばれる、このテクニックは、より良いボールの安全性を提供し、より速いウィンドミルの動きを可能にするとともに、 片手でも、両手でもフィニッシュにおけるバスケットに与える力を高めることができる。このカフとメギ法を使うことで、プレイヤーは前側に振り上げるウィンドミルの動きをする機会も与えられ、フランスの競技者、カドー・ジアニが彼のトレードマークである、ダブルウィンドミルを開発した時にこのテクニックが活用された。たまに試合形式でも、アリウープを経由してのウィンドミルが実演されるが、 必要とされる対空時間のためオフェンスリバウンドでのプットバックダンクで見られることは稀である。ドミニク・ウィルキンスは試合でもコンテストでもパワフルなウィンドミルを実演して一般に広めた。片足踏切でジャンプする人はその直前か跳躍時にボールは一般的に利き手とは逆の手に渡しておく。飛び上がった空中で プレイヤーは一般に上げた片足の下側でボールを利き手と移す。最後に、ボールは利き手で髪型に持ち上げられ、バスケットリングを突き通る。日本ではこれをレックスルートの造語で呼ぶのが通例である。ビトゥイン・ザ・レックスのダンクは、1994年の NBA、スラムダンクコンテストでアイザイアライダーによって人気を集めたこともあり、技自体は、 その10年前の NBA コンテストでオーランドウールリッチが独自に行ったダンクにもかかわらず俗にライダーダンクと呼ばれることも多い。それ以来、この技は NBA コンテストで多くの参加者によって試みられており、他のコンテストでも定番となっている。要求される手止めの調整、柔軟性、滞空時間によるその難度からビトゥインザレックズは セリ合いの激しい試合用ではなく、一般的にエキシュビジョンやコンテストのためにある。リッキー・デイビスはこのダンクを NBA の試合で何とかやり遂げたが、彼とジョシュ・スミスは試合中にやろうとして少なくとも一回は失敗している。開始やフィニッシュにおける手や挙げる足の組み合わせにより、基本のビトゥイン・ザ・レックには多くのバリエーションがあり、他のどれよりも多い。例えば、 1997年フランスのダンクコンテストでダリートマラは左手でボールを持って右足で跳躍し、対空中のダンク完了前に左手のボールを右足の下側で右手に移した。NBA のジェイソン・リチャードソンは自分自身へのロブパスやバックボードを使うセルフパスなどいくつかの有名なビトゥインザ・レックスのバリエーションを開拓している。独立系競技者のシェーン・スラム・ワイズは ボールのカフ止めで足の下を移行しての両手ダンクを紹介した。多くの選手が片手、または両手での背面ダンクで終えるものの、おそらくこのダンクの最も有名な編集は360度スピンとの組み合わせで360ビトインザレックスと呼ばれている。運動能力と耐久時間が必要なため、このダンクは慣習に好まれ、全ダンクの頂点としてプレイヤーに称賛されている。 プレイヤーはバスケットに近づいて一般的なダンクをするように跳躍する。単純に片手か両手でダンクする代わりにプレイヤーは前腕をバスケットに通して肘をリングにかけて短時間ぶら下がってみせる。このダンクは2000年の NBA スラムダンクコンテストでビンス・カーターによって紹介されたがその2年前にコービー・ブライアントが フィリピンのエキシビジョンで行ったものが撮影されている。このダンクには、ハニーディップ、クッキージャー、エルボーフックなど様々な異名がある。2011年の NBA コンテストで、ブレイクグリフィンは、バックボードで自己パスをしてからのエルボーハングを行った。ロブのセルフパス、脇の下でぶら下がる、ウィンドミル、人を飛び越えるなど、様々なバリエーションが行われている。 最も注目すべきものは2012年7月時点でまだコピーされていない2つのバリエーションである。2008年、カナダの競技選手ジャスティン・ガーリントンはプレイヤーが両方の前腕をリングを挿入して両肘でぶら下がるダブルエルボーハングを紹介した。2009年、フランスの競技選手ガイ・デュプイはビトゥインザ・レックズからのエルボーハングをする能力がある。 この節では、適用時に与えられたダンク種類を変更する動作について説明する。変更因子の動作は、跳躍前、または空中において発生する。跳躍前なら、アプローチ、アプローチの角度、バスケットからの跳躍距離、パスの付随、またはそれらいくつかの組み合わせを含める。空中では、体の回転、 自らの視力の妨害、ダンク種類に余分な体の動き、またはそれらの組み合わせによる。ダンク種類は、跳躍前と空中の両方の活動に影響を及ぼす障害物で変更することもあり得る。変更因子は、ダンクゲーム内特有のもので、ポイントを獲得する手段として成功したダンクに付けられるものである。ダンク種類は変更されるとより難しくなるため、変更因子は、 スラムダンクコンテストの投球付けにおいて重要である。分類目的のためには重要な区別だが、以下説明する変更因子はしばしば一般用語にて、ダンクの種類とみなされる。この誤解はおそらく、変更因子が観察者の視点から、ダンクの最も目立つ要素であることに起因している。しかしながら、いずれのダンク変更因子も成功したダンクである、必要がある。 ジャバリパーカーからのパスを、ケンドリック・ナンが片手で取って、アリウープのダンクを決める。アリウープのダンクとは、口語でも知られているが、空中でパスを受け取ってそのままダンクすることを言う。スラムダンクへのアリウープ適用は、試合とコンテストの両方で行われる。試合においては、試合時間や、ショットクロックに、ほんの数秒が残っているとき、インバウンドパスでのアリウープが試されたりする。 なぜなら、インバウンドプレイヤーがボールに接触するまで、どちらの時計もカウントダウンを再開しないからである。右の画像は1、5秒間を示したものである。ディフェンダーがポジションを取る前にベースラインダンクを行う、ケンダル・ポラード。ベースラインダンクは、プレイヤーがコートの境界に沿って、バスケットに近づく形となる、すべてのダンク種類のアプローチ変更因子である。試合形式だと、 このダンクはパスの結果として頻繁に起こり味方選手のアシストに貢献する。コンテストだとベースラインのアプローチは特定のダンクを容易にする利便性の手段としてまたはより高いスコアを望めるダンク種類の難易度を高めるために使われることがある。これは典型的とみなされるよりもかなりバスケットから離れたところからプレイヤーが跳躍するダンクである。 フリースローラインがこの跳躍地点として最も一般的なものとなっており、それはテレビ視聴者の視点でラインとバスケット間の間隔が容易に観察できることによる影響の可能性が高い。要求される対空時間及び高度に到達するため、プレイヤーは通常コート半面の助走から生まれた勢いを最大限使うべく片足で踏み切って跳躍する。 ダンクコンテストに不可欠である遠距離からのダンクは試合中でも実演され、その大半は速攻で起こる。フリースローライン1950年代、ジム・ポラードとウィルト・チェンバレンは二人ともバスケットから15フィート離れたフリースローラインからダンクしていた。チェンバレンはフリースローサークル内から前進して助走なしにフリースローラインからダンクすることができた。 このことが1956年の NCWA 規則改定、フリースローを行うときは両足をラインの後ろに維持することの要因となった。その他遠距離からのダンクは他にも様々な例がある。2006年の NCWA スラムダンクコンテストでジェームズ・ホワイトはファウルラインダンクでのトマホークとウィンドミルというバリエーションを成功させた。 同コンテストでビトゥイン・ザ・レッ h e は成し遂げられなかったが、別の機会でそれを達成したことが知られている。2008年の NBA スラムダンクコンテストで、ジャマリオムーンがファウルラインから跳躍して、利き手とは逆側の手でチームメイトからのパスを受け取ってダンクした。独立系北米の競技選手、エリック・ビショップは、ペイントジョブと題されたダンクを紹介した。この題名は、 フリースローレインがペイントエリアとしても知られていることに関連したものである。彼はランニングドリブルでベースラインに沿って接近しエリア境界にて片足踏み切りでジャンプ片手でダンクするとさらに滑空し飛んだのとは反対側16フィート先の境界線を越えて着地した。プレイヤーはバスケットと障害物に近づいて跳躍し空中でプレイヤーの体が 障害物の上を越える。足や、その一部を空中に上げて、障害物の上を舞い上がることもある。他の例では足を開いて胴体が上を飛び越える。一般的な障害物には、自動車、かがんでいるか座っている人、または立っている人、ボール入れ、または他の利用可能な物体がある。おそらく、最も人気のある障害物変更因子のダンクは、ダブルイコールアップである。 先駆者となった米国ミネソタ州出身のダンク競技者 TW のエポニムである W イコールアップはバスケットの前に立ってボールを頭の上で持っている人物から始まる。プレイヤーは接近して跳躍、頭の上まで素形部が舞い上がると直立した人をまたいで越える。その人を飛び越す前にプレイヤーはボールを片手または両手で持って上げた足の下でそれを利き手に移し、 ボール保持者を飛び越え、ボールをバスケットリングの高さより上に掲げて、最後に、それをバスケットに通して下方へ送る。ダブルイコールアップは、ビトゥインザ・レックスダンクの模倣だが、ケニー・ダブスとジャスティン・ダーリントンはどちらもアンダー・ボース、レックスの編集を演じている。注目に値する他の障害物ダンク。ハニー・フム・ニールの演じた、ダブルイコールアップは、まず右手でダンクすると、 左手で第二のボールを取ってダンクした。ジョーダン・キルガノンが先駆けとなった引き製リングにおけるダンクはまだ複製されていない。カナダの競技者、ジョーダン・キルガノンはボールを頭の上に置いて立っている人にベースラインから接近した。キルガノンは跳躍し、銅の正面でボールを持って、ボールをリングの中に入れる前、ボールをリングの水平面より上に持ち上げた。 そして両皮地をかけてリングにぶら下がった。2015年にスラムダンクを含む様々なショット種類の有効性を示す調査が実施された。5つの異なるレベルのバスケットボールでこの調査が実施された。同研究では全体としてスラムダンクはバスケットボールの試合で非常に効果的な得点方法であることが示され、特に NBA では顕著で、 この研究でダンクの割合が最も高かった。毎年の NBA スラムダンクコンテストでは、いくつかの有名かつ注目すべきダンクが参加者たちによって披露されている。詳細はバックボード粉砕を参照。過去にはプレイヤーがバスケットボールをダンクして、リングを激しく引き下げ、リング周辺にあるバックボードのガラスを叩き割ったり、時にはバックボード全体が粉砕したり、 ゴールスタンド自体が壊れてしまう可能性があった。補強されたバックボードとブレークアウェイリムが大学やプロレベルでこれを最小限に止めているが依然としてより低いレベルで発生する。ガス・ジョンソンは NBA で最初に有名になったバックボード破壊者で1960年代から70年代にかけての現役時代に3度叩き割っている。 オールスター選手のルシウス・ジャクソンもまた、1968年にバックボードを叩き割った。1979年、ダリル・ドーキンスは2回バックボードを叩き割った。ため有名で、結果としてリーグは彼に罰金を課すと脅し、最終的にはブレーカーウェイリムを導入することになった。シャキール・オニールは、新人時代の試合中に2回非常に激しいダンクをして、一度は、 ゴールスタンドの水力重りを壊し、別のゴールスタンドでは溶接部を壊してバスケットを床に落下させた。ただしどちらの場合もガラスは割れなかった。これがバックボードの指示体も強化させることにつながった。同じシーズン中にクリス・モリスは対シカゴブルズの試合でバックボードを叩き割った。NBA はバックボード破壊をテクニカルファウルとした。 次回出場停止を引き出すことができるプレイヤーカウントの7回や試合退場の2回にはカウントされないがパーソナルファウル6回にはカウントされる。これはチームポイントを消費する可能性があるので同行為を抑止するための手助けとなった。ABA では1970年11月6日にチャーリー・ヘンツが同じ試合で2回バックボードを破壊しコールドゲームとなった。 NCWA では、ジェローム・レームが1988年、レギュラーシーズンの試合中にバックボードを破壊し、ダーバン・ハムは1996年に同じことをした。プレミアバスケットボールリーグでは、バックボードを破壊されてしまった、スラムダンクが2つある。2008年と2009年のどちらも、PBL 決勝で起きており、両方とも、サミー・モンローがやってしまった。シルビア・ファウルスは、 ワンバの試合中にダンクを決める5選手のうちの一人男性の試合と比べて女性のバスケットボールではダンクはあまり一般的ではない。練習セッションだとダンクがもう少し一般的だが負傷や得点失敗のリスクがあるため多くのコーチは対戦試合でのダンクに反対している。1978年コーテヒックスはプロの試合で オランダでの男性プロの試合中にダンクを決めた最初の女性になった。1984年、ウェストバージニア大学でプレーした身長201センチメートルのジョージアンウェルズは12月21日のタイチャールストン大学との試合で女性の大学試合においてスラムダンクの得点をした最初の女性となった。2014年までに ワンバの試合で11回のダンクが得点を決めている。最初と2番目は、リサレスリーで2002年7月30日と2005年7月9日にダンクを決めている。他のワンバのダンクは、ミシェルスノー、キャンデース、パーカー、シルビア・ファウルスによるものである。ワンバダンクの最多記録は、ブリトニー・グリナーが持っている。高校時代に彼女は32試合で52回の ダンクを行い、1試合でダンク7回という記録を作った。ベーラー大学で頭角を表したグライナーは、女性の大学バスケットボール試合でダンクする7人目の選手となり、大学のゲーム1試合中に2回ダンクする2番目の選手になった。2013年5月27日のワンバデビューで、グリナーは2度ダンクし、2014年には、 プレイオフ試合の第一戦を含め5つのワンバダンクを決めた。2012年ロンドンオリンピックでは、オーストラリア代表のエリザベス・キャンベージが、オリンピック大会で最初にダンクした女性になった。2004年、高校のシニアとして、キャンベース・パーカーは、マクドナルズ・オール・アメリカン・ゲームに参加するよう、招待され、その祭典に同行し、そこで競った、スラムダンクコンテストで優勝した。 次の年から他の女性がコンテストに参加した。ブリトニー・グリナーは2009年の同コンテストに参加しようとしたが、彼女の高校の出席制作のためにイベントに参加できなかった。2012年のコンテストでは3人の女子選手が出場したが、うち2人はダンクを決めることに失敗。ブレアナス・スチュアートは第1ラウンドで2位になったが、最終ラウンドの2回目の試技で失敗した。 様々なスポーツ観用句の一つとして、スラムダンクはバスケットボール以外だと、特定の成果や成功を保証されているものを指す、表現として、広語でよく使用される。ありがとうございます。